タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいてます。ぜひですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、皆さんにお聞きします。普段ね、夜とかそれこそちょっとまだ肌寒い時ってあるじゃないですか。そういう時に何を飲まれてますでしょうか。僕はね、まあ日中だとアイスコーヒーを飲むんですけど、夜とかちょっと寒くなってくるとですね、ホットなお茶とかを飲むことによって、まあ心身ともにちょっとリフレッシュをするようにしております。家の中にいる時だとポットとかで沸かしたらあったかいね、お茶とかそれこそコーヒーっていうのはすぐいつでも飲めるんだけども、じゃあ外にいた時ってどうするっていう風なところで、外だとなかなかねそれができないんだよね。で結局缶コーヒーだったりとかあったかいお茶をコンビニで買ったりとかして、なんかちょっと無駄にお金を払う形になってしまって、なんかもったいないな、節約したかったなっていう風に感じます。だからといって、じゃあ皆さんね、よく売られてるようなこういうタンブラーあると思うんだけど、タンブラーに入れていてもですね、1、2時間ぐらいしたらもうね冷たくなっちゃうんですよ。でタンブラーのここがちょっと僕はね、うん、残念だなって思ってるところはあって、でそれをね全て払拭するような製品が今回幕開けから発売します。はい、それ何かっていうとこれです。プシュプシュ、こちらの日本初登場のタイプ C ケーブルで充電することで、どこでも加熱できるコーヒータンブラーをご紹介します。これね、見た目ただのタンブラーでしょ？なんだけど、これ実はここの裏の部分にタイプ C ケーブルをつなぐところがあって、で、そこにタイプ C ケーブルをつなぐことで、なんとですよ、これ中に入れてるお湯とかがあっという間にあったかくなるんです。なので、冬場はもちろん、まだちょっと寒いね、こういった春の時期とか、それこそ秋ね、寒くなってくる手前のシーズン、そういう時にこのタンブラーうってつけですので、ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。で今回のこのタンブラーね、早速まあ実際お湯を沸かしてお茶だったり入れたりとか、様々なところに隠された秘密の仕様がいっぱいありますので、それをねご紹介しようかなと思うんですけど、値段とね特徴をご紹介させてください。まず皆さん、温まれるタンブラーあるとしたらどれぐらいすると思います？めっちゃ高いんじゃないのって思うかもしれないですけど、実はこれね定価 12,999円なんですけど、実はこれ 38% オフの早割で買うことができるんです。つまりですよ、7,980円、8,000円以下で買うことができるので結構いいでしょう。でしかも日本ってさ、もう最近は四季っていうよりは二季に近くて、もう寒いか暑いかなんだよね。寒い時期の方が暑い時期より圧倒的に僕は長いなと思ってるので、こういったタンブラー持ってるのはいいと思います。で今回のこのタンブラー、単純にコーヒーとかお茶を飲むっていうだけじゃなくてですね、まあ他の用途でもいろいろ使えるものにはなっているので、ぜひそこら辺のところもですね今回紹介しますので見てください。で早速こちらのタンブラー、いろいろと紹介しようと思うんですけど、まず特徴をご紹介させてください。特徴としては3つです。はい、まず1つ目、超便利、加熱、保温、保冷機能付きで、こちらコーヒーやお茶を入れるのはもちろん、粉ミルクやヨーグルトにも最適です。でタイプ C ケーブルおよび車載ケーブルの充電式加熱で100度まで加熱することが可能なので、ここら辺のところもね、ぜひ見てください。リアルタイムで温度の確認が可能なので、今何度なんだろうなっていうのがすごいわかりやすいです。つまりですね、熱すぎたら飲めないじゃないですか。そういうのも把握できる、それは結構いいでしょう。で容量が 350ml になっているので、結構ねたくさん飲めますし、なおかつ重さがわずか 350g っていうところで程よい重さなんですよね。スタバのタンブラーとかとほぼほぼ変わんないぐらいの重さなので、外に持ち歩くにおいても全然十分かなと思います。はい、じゃあ早速こちらの、加熱式コーヒータンブラー一緒に見ていきましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。よいしょ、今回ご紹介するのはこちらのね、加熱式コーヒータンブラーです。はい、でこれなんですけど、ついてくる付属品が、いくつかございまして、まず一つ目がこちらですね、タイプ C2C のケーブルが1本ついてきます。はい、でこれはね白色のものがついてきて、まあその他にですね、車載ケーブルとしてこういった黒で、こっちがシガーソケット対応になってるものがついてきます。でこっちがタイプ C ね、でこっちは黒がついてくる形です。はい、
その他にこういったマニュアルがありまして、マニュアルに関しては今これサンプル段階なので中国語なんですけど、皆さんの元に届くときにはですね、しっかりと日本語で、届くはずになっていますので、ぜひね操作の仕方がわかんないよっていう場合はこういったマニュアルを活用してみてください。はい、で早速こちらスペック等をご紹介させていただこうかなって思うんですけど、まず機能性としてはですね、こちらこういった機能がございます。はい、魔法瓶1台多役、そして SUS316 を使っているので保温にも適しているし保冷にも適しています。はい、まあ、ただ保冷に関しては冷たいものを維持するっていうような意味の保冷です。はい、で 350ml なので十分な容量ですし、温度センサーも入っていて温度確認が可能です。タッチボタンがありまして、これ実はこの下の部分に電源ボタンがここあるんですよね。で、そこがタッチ式になっているので、そこで3パターンの温度切り替えができます。で、タイプ C ケーブルでここつなぐだけで使える形になったので、そこもねお手軽かなと思います。その他もう少し詳しい、スペックに関しましては、温度センサーのプローブっていうものに関しては SUS304 材質を使っていて、この蓋の部分に関しては EP 材質です。で、蓋シールおよび飲み口シール、排気口シールっていうのがあって、それに関してはシリコン材質を使っている形になっております。はい、でその他ね、動作電力に関しては 5W から 65W で、製品容量も 350ml、製品純量として 350g で、製品総重量としては 500g になっていて、サイズ感としても 190×85mm なので、非常に使いやすいサイズ感かなっていうふうには思います。はい、じゃあ早速こちらのですね使い方をご紹介させていただこうかなと思うので、まずはこの中を洗っていきましょう。洗ってきます。はい、洗ってきました。で、洗うときに注意してほしいのが、この USB キャップのところは絶対外さずに洗ってくださいっていうのが、ここが、ね、一応機械とかが入ってる部分にあるので、こういう浸水キャップがついてる部分は外さないでください。で、これをつけた状態で洗っていただいて、しっかりとね、洗い終わったらタオルとか布巾で拭いておきましょう。はい、で、まあ、ここまでできたらですね、まずはこのタイプ C ケーブルを皆さんがお持ちの C 対応のタップに挿していただきます。まあ、このようにタイプ C のケーブルが用意できたら、ここの部分に差し込みます。はい、で差し込んだら音が鳴るので、音が鳴ったら通電している証拠です。はい、で、一応これに関しては何も操作をせずにですね、このピピピってなった状態で放置していくと、こちら、沸騰モードが自動的にですね作動する形になっています。なのでまず電源が入ってピッてなったら、ここの部分何回か押すことによってモード選択をしてください。赤が沸騰モードで、青が45度モードで、オレンジのモードが70度モードっていう形になっております。で、まあ、ここまでできたらですね、この中に水を入れていただきます。で、水に関してはここの部分に最大って書いてあるんですけど、その最大が、まあ、一番天井になるので、その天井に合わせて、水を入れていただく形になります。はい、今回水用意しました。入れていきましょう。はい、結構ねたくさん入る形になっています。今これでマックスまで入れました。はい、もうあとはですね、この状態で沸騰させるだけっていう形になっていて、だいたい沸騰のできる加熱時間目安なんですけども、こちら 65W の場合、加熱時温度が45度の場合は10分、70度の場合は20分で、沸騰の場合は35分ぐらいかかります。はい、今回ちょっとね沸騰で試してみようかなと思います。で、沸騰させる場合、まずここまで水を入れたら、この蓋を閉めていただきます。で、水を、出ないようにしっかり密閉して、で、ここのボタンをですね赤色にします。はい、今赤色に切り替えました。で、あとはこれを沸騰待つ形なんですけど、沸騰を待つ間はこの小さい飲み口の穴がですねしっかり開いてることを確認してください。で、もうあとはですねこれを待つだけという感じになっております。で、一応これに関してはここの部分が温度センサーになっていますので、こうタッチするだけでねこういう感じで温度が見えます。で、これ今中の水の温度になっているので、例えば沸騰した直後お茶入れて飲みたいなって思った時に火傷防止につながるので、ここの温度をねしっかり確認してもらえればと思います。軽くこうタッチするだけでですね、一応、ここのセンサーが働いて、
温度がね、リアルタイムで見れる形になってるので、うん、このは結構使いやすいかなと思いますね。結構スタバのタンブラーとかもそうなんですけど、中の温度が何度かわかんないから、この小さい穴から出てくるコーヒーに結構ビビるんですよね。熱すぎないかなどうかなって結構僕はビビりがちなんですけど、それがですね今回のこのタンブラーはないので、それは結構いいかなと思いました。はい、結構視認性もいいディスプレイになってるので、夜とかはもちろん昼とかでもですね、こちらも見やすいんじゃないかなと思います。はい、で一応これに関してはアンギュラー設計を施した、まあ、ボトルになっていますので、握りやすく、そして滑りにくい形になっています。なので万が一ねこう滑って落としちゃったっていうことも万が一なかなかないかなって思うのと、あと競合の製品で、まあ、一般的なタンブラーとか一般的な沸かすポットとかに比べてですね、今回のこのタンブラーはですね持ち運びが便利で、なおかつ、まあ、加熱方法としてもコンセントとかを使うモデルではなくタイプ C 入力ポートに、基本的にはできるので、例えばモバイルバッテリーだったりとか、それこそ PD 充電器、そして専用の車載充電ケーブルとかでどこでも使用可能なんですよね。なのでこうアクティブなシーンで、しっかりとこいつは活躍できるので、家の外とか、中両方とも併用して使うことも可能なので、シーンを選ばずに使えるっていうのはいいかなと思います。で、加熱モードも他のものにはないしっかりとした温度の振り分け設定もできるし、あと保温保冷機能に関してもありますし、あとリアルタイムでね、温度確認ができるっていうのは一番このでかいポイントにはなってるので、これだけのまあ利点が揃ってるタンブラーってなかなかないと思うんですよね。なのでそこだけでもこれを買う価値はあるかなと思っています。はい、でちょっと保温中はですねこんな感じになっていて、ちょっとだけ横向けようかな。はい、こういう感じのちょっとねライトが、こう点滅してるんですよ。なのでこれが点滅しきって常時点灯になったら沸騰ができてるっていう感じになってます。で、一応これに関しては例えばキャンセルしたいよっていう場合ですね、加熱中または保温時にスイッチボタンをタッチすることでブザー音が1回鳴る形になるので、その状態になったら現在の状態が停止される形になっています。で、それ以外にもスタンバイモード時ではボタンをこう3回タッチすることで、通常の緑とかオレンジとか赤色それに変化することも可能なので、ここら辺の操作が全部このタッチボタン一つで完結できるっていうのはまあ非常に便利なのかなと思いました。で、付属のタイプ C ケーブルがですねなんかちょっと安定してなかったので、ちょっとこれに変えさせていただきました。で、ちょっと沸騰までね35分ぐらいあるので、その間にこいつの仕様とかそういったところをですねざっくりとご紹介させていただきましょう。はい、まずですねこちら魔法瓶タンブラーになっていまして、これね実はなんだけど1台で多役の、まあ、ものになっていて、まあ、いろんなニーズを持った人にですねこいつは刺さるんじゃないかなと思っております。はい、例えばですね、ミルクミキサーとしても使えるし、魔法瓶とかコーヒーカップ、あとはヨーグルトメーカー、あとはパーコレーターという形でですね、まあ、様々なものに使えてですね、僕とかだとコーヒーとかそれこそ紅茶を飲むとかお茶を飲むとかに使うんですけども、それ以外にもねお子さんいらっしゃる方だったら人工ミルク作ると思うんですよ。僕もですね最近子供が生まれまして人工ミルクを作ってるんですけども、そういう時にも使うことが可能ですし、それ以外にもですねヨーグルトっていうところで言うと、まあ、菌の繁殖にある程度60度前後くらいだったかな、確かそれぐらいの温度が必要になってくるので、まあヨーグルト菌とあと牛乳とか入れてあげることによってですね無限ヨーグルト製造機にもなるので、そこら辺のところは僕結構これいいんじゃないかなと個人的に感じております。この中身っていうところをねちょっと皆さんにもご紹介させていただくと、まあまだまだ沸騰してないんでねちょっと開けてもまあ問題はないでしょうとは思ってるんですけども、こういう感じの中身になっていまして、これ実はねこの中のここの一番下の円盤部分ですね、ここの部分がポリミードフィルムヒーターっていう形になっております。はい、でそのヒーターがこの中の水を温めることによってでこいつはね、沸騰をさせる形になっています。なのでこのヒーターのパワーが結構強いので、単純にモバイルバッテリーとかでも30分前後ぐらいでね、まあ、いわゆるコーヒーおよびお茶とかが飲めるっていうのは結構僕はねこれ素晴らしいんじゃないかなと思っています。
で、一応これに関しては、もっと近づいたらわかるんだけど、今見える ?SUS316 って書いてあるでしょ?うん。その通りで、保温保冷機能に優れたですね、素材を使っていますので、耐食性にも優れているし、保温とか保冷効果も、結構強いものになっているので、電源が切れた状態で約5時間の保温が可能なので、そういった意味では夏場に冷たいものを飲む時にも使えるし、それこそ、冬場の暖かいものを飲む時にも使えるっていう意味で結構これいいんじゃないかなと思います。はい。で、電源につないでる時に関しては24時間保温が可能になっているので、基本的にね、家にいるとき、電源つなぎっぱなしにすれば、仕事中ずっとあったかい飲み物が、飲めたりとかもするので、結構ね、素晴らしいんじゃないでしょうか。はい。それじゃあ、こちらね、まだまだ時間がかかりそうなので、それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい。今、ようやく35分ぐらい経って、中がですね、温まりました。はい。今の温度も見てみましょう。はい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 。こう締め。センサーが入ってるので、そのセンサーがね、正確な温度を読み取れるまで、ちょっとだけ待ちましょう。96度。もうほぼ沸騰しましたね。はい。で、まあ、ここまで熱くなればですね、あとはもう皆さんね、飲みたいなって思ってるこういうティーパックとかを、まあ、入れてあげて、この中でですね、まあ、こういう風に。ぎゅーってしてあげるだけで、はい、もうお茶が出来上がりました。はい、こんな簡単にね、まあ、35分ぐらいちょっと時間は沸騰するのを待つのは時間がかかるんだけども、それだけでまあ、こうあったかいお茶が気軽にタンブラーで飲めるっていうのはやっぱりね、こう冬とかちょっと落ち着きたいなっていう時には必需品かなと思うので、これはやっぱすごいなって思いますよ。うん。で、一応これに関しては、沸騰したら、まあ、100度の状態で、まあ、少しの時間にはなるんですけども、まあ、数時間はですね、保温もしてくれるので、まあ、オフィスで働くときに、まあ、あったかい飲み物を持続させるっていうのをですね、まあ、ケーブルなしの状態でもできるし、ケーブルありだったらね、先ほども言ったように24時間ね、これ保温も可能なので、まあ、帰るときまで、しっかりと温めれるっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ最後まとめの方に入りましょう。レッツゴー。皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、こちらのタンブラーをご紹介させていただきましたよ。いや、すごいよね。しっかりと35分で、中の温度が、沸騰しました。はい。で、保温に関してもしっかりとこうパワーを持っていますので、冬場とかそれこそ秋口、あとはまあ春の夜とかにですね、温かいものを飲みたいなと思ったら、こういうものを使っていただくのいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、やっぱポットよりは少し時間はかかるんですけども、それでも便利かなと思います。はい。で、ちょっと使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくと、いいところとしてはまず操作が簡単で、そしてたくさんの飲み物の容量が入る。で、このあったかい飲み物を手軽に外で、楽しめるっていうのは非常にいいかなと思います。はい。じゃあ一方残念なとこないんですかというと、残念なところとしてはやはり 65W に対しての、あの、まあ、こう沸騰時間っていうところですよね。35分はやはりかかってしまうので、飲みたい、今すぐ飲みたいっていう人はですね、やっぱり電気ポットとかの方がちょっと早いかなと思うので、そこだけですかね。それ以外に関しては非常に、使いやすいと思います。で、この、飲み口とかの部分に関しても、普通のタンブラーと変わらない感じと、こういう感じのね、普通の、飲み口になってますので、まあ、それこそね、普段からタンブラーで、こう、コーヒーとか、そういったものを飲まれる方はですね、ぜひこういったもので飲んでみてはいかがでしょうか。で、温度計もあるので、今の温度が自分が飲める温度なのかって言っても、しっかりと、こう、把握しやすいので、そこら辺のところも踏まえてですね、やけどとかも、しにくいかなと思うので、非常にお勧めしております。こちら幕開けの方で現在出資支援を行っております。ぜひ皆さん、こちら僕の概要欄から買ってみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんね、温かいコーヒー、温かいお茶、温かい紅茶、気軽に楽しみましょう。じゃあのー